こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ラストアイドルののんちゃんこと篠原のぞみです。あ、永瀬さん200回目の訪問。ありがとう。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。遅くなりましたが、こんばんは。ありがとうございます。ですね、エレメンツさん300回目の訪問ありがとうございます。こんばんは。今日ね、発表がありましたように、ラストアイドルは5月31日をもって活動終了になるんですけれども、その2日前の5月29日日曜日にラストライブ、ラストコンサートが東京ガーデンシアターかっこ有明で開催されることが決定しました。私たちも東京ガーデンシアター有明です。わー、ただね、最初が5月31日に開催ですってずっと言ってたので、ここに来てね、日程変更っていうので、それはいけないよってなった方もいらっしゃるかなと思うんですけど、こう世の中のその仕事のを考えると、どちらかというと土日の方が皆さん来てくださることができやすいのかなっていうのは思うので、日曜日になって、しかもすごく広い会場、今までのラストアイドルの中で一番広い会場でできるっていうのはすごくありがたいことだなと思います。いつもね、日曜日に開催とかのなかなかなかったので、大きい会場できるのがすごくありがたいなと思います。まさおさん、バラ、ありがとう。かつやさん、卵、ありがとう。そうだね、日曜日は比較的に休みの方は、サービス業とかの方はね、日曜日の方が稼ぎ時かもしれないんですけど、ひーやんさん、たんぽぽ、ありがとう。たくさん、ペンライト、ありがとう。はい、とってもね、会場大きいので皆さん絶対来てほしいなと思います。2度目の方もありがとう。こんばんは。絶対行く、ありがとう。ミッチェルさん、卵、ありがとう。待ってますからね、皆さん。はい、今までアイドルのライブとかあんま行ったことないんだよねとか、ラストアイドルのライブは行ってみたかったけど、なかなかこうちょっと踏み出せなかったというか、ライブに行くその一歩は踏み出せなかったっていう方とかにも、ラスト、最後の最後のラストコンサートにはお越しいただければなと思います。ふーたろうさん、レインボースター、ありがとう。レインボースター、あ、こんばんは。別にお休みが平日休日に関わらずな方もいらっしゃると思うので、それは本当に人によりきりで、この日だったら絶対みんな来れて、この日だったらみんな絶対来れないみたいな、そういう日はねなかなかないので、どういうことになってもこう本当に全ての全員がっていうことはね、なかなかないと思うんですけど、でも最後の最後、本当にアイドルをしている姿を見られるのは本当に最後だし、ラストアイドルとしてその後ね、アイドル続ける子とかもいると思うんですけど、そういう子でもラストアイドルの〇〇っていうのは全員が本当にラストになるので、猫神さん、卵、ありがとう。
きよちゃんハートありがとう。熱帯夜さん200回目の訪問ありがとう。私はアイドルはやらないというかできないですね。なんかやっぱラストアイドル、例えばラストアイドルとしてあと1年とかだったらこう今こうやってずっと続けているからできるけど、こう新しく今から始めるとして、まあもう今年26歳になるわけですけど、26歳から新しく始めてあと何年とかは厳しいのでそうですね、ラストアイドルだったらやりたかったことはもうたくさんあったんですけど、それは叶わないので、ラストアイドルがもう本当にそのままの通りアイドル篠原のぞみの最後です。ゆうぽんさん卵ありがとう。それは結構前からずっと明言しております。オメガセブンさん卵ありがとう。ミッチェルさん卵ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。テッドさんハートありがとう。カズッチさんタンポポリースありがとう。ニシニャさん流れ星ありがとう。アサギさん卵ありがとう。永瀬さん卵ありがとう。ジョージさんハートありがとう。とにかくはこの4月5月をラストアイドル篠原のぞみとして精一杯生きられるように頑張ろうと思いますその後の話はその後になってからですね。最初の時に投稿したんですけど、今後の予定はまだ決まってないですっていう、そこから進展はありませんわからさん卵ありがとう。こんばんは。決まったらねちゃんとお話しするので、ちょくちょくそのどうするのどうするのみたいな結構来るんですけど、一人一人にお答えすることはできないので。サムスンさん流れ星ありがとう。わからさん卵ありがとう。なんかねそうですね、こんばんは。なんかラストアイドル篠原のぞみとしてはやってみたかったことっていっぱいあるんですけど、なんか一応篠原のぞみになった時にやりたいことってなんだろうって考えた時に、なんか別になくてなんか ないんですよね。私別に夢とかあんまり、そのラストアイドルの篠原のぞみだったら夢はいろいろあったんですけど、なんかただの篠原のぞみとしての夢とかはあんまりないのでそうだね、だからわかんないです。うん、というかなんかやっぱ次に何をするかの選択ってすごく今後の人生左右することだと思うんですよね。それをたった 2,3 ヶ月で決めるっていうのは、しかもそれだけを考えてればいいんだったらいいんですけど、こうしてラストアイドルの最後をしっかり考えながら次にの人生も考えるってすごい難しいえなさんさんハートありがとう。みんなもだって急にさ2ヶ月後会社がなくなりますので2ヶ月後の将来は決めてください、はいどうぞって言われたらさ難しくない？モロさんバラありがとう。久しぶり、こんばんは。ズゾマリン、あ、ズゾマリン、あ、そうなんじゃ、じゃあマナティともしかしてあったかもしれないね。私は千葉県民なので地元です。福岡本当行きたかった。停止撤回はないね。てかなんかでもこんな状態になってさ、はいやっぱり活動終了は嘘でしたって言われても無理よもう。うん。
行ってない。いや私は行ってないです。今日は明日明後日のがオンライントーク会なので、それのお洋服とを買いに行くのと、まつげパーマをしに行きました。うん、明日明後日のオンライントーク会よろしくお願いします。そう、オンライントーク会があるので、みんなとたくさん話す準備をします。今日はよろしくね。ゲスト R さん、タンポポありがとう。そうなので今アイメイクがしてないからちょっと変な感じなんですけど、オンライントーク待ってるよ。たくさんの方とお話できると思っている。ポンちゃんレインボースターありがとう。車の中、あ全然いいよ。車の中でねしてくれる方とかもいらっしゃる。なんか外とかの方もいる。明日明後日よろしくね。明日夜待ってます。リアルトークとかオンライントークとかね、この先いろいろあるので、まあのんびりといろいろお話できる機会もだんだん限られてくるのでね。ゆうぽんさん卵ありがとう。外からって人もいる。うん、いるいる。なんか風景綺麗なところだったりとか、普通にお家のベランダとかの方もいる。お仕事、あ、職場からの方もいる。周りに迷惑かからない電波のいい場所だったらどこでもいいと思います。オンライントークよろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりなので楽しみにしています。なんか楽しく話せたらいいかなって思ってるんですけど、あの真剣に話したいとか、すごい今までのこと一緒に振り返りたいとか、そういうのも大歓迎だし、全然今もうこういうことがあってさみたいな、会社の上司がさとかでもいいですよ。そう、まいさんハートありがとう。ラインの魅力、5月、そうなの、非常階段びっくりされるんじゃない。会社の人とかがさあ、ちょっと近道でここの廊下通っちゃおうとか思ったら、なんかさめっちゃ、なんかビデオ電話してるみたいな。なるかもしれない。桜ね、桜確かにもう咲いてない。あ、でもまあ場所によるか。結構もう葉桜になってるってニュースで見ました。こんばんは。うん、結構本当にいろんな話しますね私。なんかファンの方って何話しますかってよく聞かれるんですけど、本当に様々で、本当に学校とかお仕事とかの話もあるし、なんかなんだろう、すごく気持ちを伝えてくれるパターンもあるし、ずっと長年来てくれてる方とかだと、そういえばこんなことあったよねとかもあるし、特に女性の方とかだったら、なんかあの時着てたお洋服買ったとか、なんかあのメイクどういう風にしてたとか、そういう話する時もあったりするとか、あとはなんだろうな、なんかさ友達とかとさ、いつも何喋ってるのって言われるとさ、なんか何ってことはないけど、たわいもない会話ですごい
会話続くみたいなあるじゃないですか、仲いい友達とかって。なんかね、そういう感じよそういう感じよ。うん、そう。あとなんか結構前に話してくれてたこととかも結構覚えてたりするので、あ、なんかそういえばそういうこと言ってたなとか、なんか例えば仕事大変って言ってたなとか、最近どうとかあとなんかお仕事変えるって聞いてたなとかいうのも、なんか新しいところはどうとか、あとまあ結構本当にありがたいことにずっと応援してくれたりすると、今だと例えば高校生だった子が大学生になったり、大学生だった子が就職してたり、なんか全然私よりも年上の方でももともと働いてたところじゃないところで今働いてたり、あとまあ結婚したり出産したりっていう方とかもいらっしゃったり、なんか皆さんの人生の節目を結構一緒に歩めてる感じがして、そういうののお話とかもしてるかなまゆちゃんハートありがとう。記憶力なんかね、みんなのことは覚えてる、自分のことは忘れちゃうかもしれないでは13位マックスちゃん、12位アルレッキーノさん、11位コルトさん、10位カクレファンさん、9位カズッチさん、8位アチュさん、7位マイさん、6位ダブさん、5位ツナさん、4位フータローさんありがとうございます。で3位が流しさんありがとうございます。2位がアサギさんありがとうございます。そして1位がドゴ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 ダダンヒーヤンさんでした。ありがとうございました。そんなわけで皆さん、ラストコンサートよろしくお願いします。ご家族お友達などなどもお誘いの上ぜひご応募くださいではありがとうございました。また明日。